ハイプレボールドーム野球人です。今回は広島のトレード候補についてお話していきたいと思います。交流戦がね、徐々に消化していっておりまして、まあその後にトレードがね、あるんじゃないかっていうところで各球団の候補を見ておりますが、今回は広島。で、広島の試合後の人数見ていきますと、ピッチャーが35、キャッチャーが7、内野が16、外野11、計69と、先日佐藤選手が普通に試合下に上がってきたっていうところもございましたので、かなり埋まってきた様子。まあここからね、どういう風に動いていくんだっていうところはあるんですが、そういう中で、余剰戦力はやはり投手、先発を中心に出せるね、余裕はあるんじゃないかなというところはございますし、やはり今シーズンね、ピッチャーが優秀な広島、下を見てもね、出せそうな先発っていうのは何人かいます。で、あとはね、若干外野がダブついているのかなっていうのもありますんで、まあ野手で出すんならそのあたり。一方欲しいね、戦力で言うと、やはりファースト。ここがね、ほんと広島、なかなか固定できておりません。こう、助っ人がね、厳しいっていうところもあるんですが、優勝を目指すためには、しっかりと打力の高いファーストが欲しいなっていうのが今の現状。で、あとはリリーフですよね。今のところはしっかりといいんですが、やはり下を見るとね、もうちょっと球は欲しいなっていうところもありますし、まあ優勝狙うんであれば、この辺の戦力はしっかりと整えたいところでございます。で、今回は広島が出せそうなトレード候補6選手、まあ、ピッチャー3人、外野3人ね、見ていきたいと思いますんで、それではまずこの選手からチェックしていきましょう。はい。まず一人目は野村祐介選手、プロ13年目。出身地は岡山、1989年、6月24日まで34歳。177センチ、85キロ、ポジションピッチャーで右投げ右打ち。野村選手は2011年ドラフト1位指名の選手。今季の年俸は4500万円。平均球速は約133キロほど。球種はスライダー、カットカーブ、チェンジアップフォーク、ツーシムなどになります。1年目から先発ローテに定着すると、規定投球回数にも到達し、防御率 1.9 勝、圧倒的な成績を記録し、新人王を受賞します。さらに2年目も12勝をマークし、3年目4年目はやや成績を落としますが、5年目の16年は16勝をマークし、最多勝、最高勝率を受賞するなど、その後も先発を柱として3連覇に大きく貢献。しかしそこからは年々成績が徐々に下降していくと、一昨年は2勝、昨年は1勝にとどまると、今シーズンもここまで2軍での調整がついているということになっております。はい。まずはこの野村選手、非常に実績のあるピッチャーでございまして、通算見ていくと、昨年までは208試合で80勝63敗、1215.1 イニングで防御率 3.54、奪三振率 5.55、与四球率 2.55 と、80勝をね、記録している先発ピッチャー。ここあまりね、三振が取れるタイプではないんですが、コントロールが良く、打者をね、打ち取っていくピッチングスタイルっていうところで活躍を続けておりました。まあ、ただ近年はね、なかなか登板機会っていうのも減ってきておりまして、去年は6試合1勝1敗、31.0 イニングで防御率 1.16、奪三振率 4.06、与四球率 1.16 と、まあ去年は6試合のみの登板。まあただね、防御率は1点台前半でしっかりと抑えておりました。まあなんで今シーズンもね、期待はされておりましたが、いまだ1軍登板はなく、2軍では9登板、4勝3敗、41.2 イニングで防御率 2.59、奪三振率 4.97、与四球率 3.67 という成績になっております。はい。まあ、先発ピッチャーね、非常に今現在優秀な広島。野村選手も2軍でしっかりと成績は残しているんですが、なかなかね、上に呼ばれない状況がついております。で、彼に関しては、やはりこう年俸っていうところ、4000万円以上っていうところで高くはなっておりますし、で、さらに球速の低下、もともと速い選手はないんですが、今シーズンはね、アベレージで133キロ、さすがにちょっと厳しいなっていうところはあります。まあ、だからこそなかなかね、上にも呼ばれていないのかなというところはあるんですが、まあただね、今シーズンの打点環境、ボールがね、あまり飛ばないっていうところはありますし、そうであればね、この球速でも通用する可能性はありますし、まあ先発ピッチャーね、イニングを食ってくれる可能性のある選手、欲しい球団はね、あるんじゃないかなというふうに思いますし、広島としてもね、しっかりと選手を補強するっていうところで言うと、使っていないね、こういう選手を出して、積極的にトレードを仕掛けたいところかなというふうに思いますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい。続いては、遠藤選手、プロ7年目。出身地は、茨城県、1999年、4月8日まで25歳。186センチ、89キロ。ポジションピッチャーで、右投げ、右打ち。2017年ドラフト5位指名の選手。今季年俸が2500万円。平均が約140キロ。球種がスライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシムなどを投げます。高卒、1年目は2軍で、4試合のみの登板でありましたが、2年目には早くも1軍デビューを果たし、リリーフとして34試合に登板。さらに3年目は先発に転向すると、19試合に先発し、5勝マーク。4年目こそ不振に終わっておりましたが、5年目は再び、先発として100イニング以上を投げるなど早くから活躍を見せておりました。しかし昨年は8登板のみに終わり、結果を残せずシーズンを終えると、今シーズンもここまで2軍での調整がついているということになっております。はい。2人目は遠藤選手、彼もね、通算で見ていくと83試合で11勝19敗、6ホールド、1セーブ、302.2 イニングで防御率 3.81、奪三振率 7.31、与四球率 3.45 と、高卒から入って、プロ6年間で実績を作っているピッチャーでございます。で、去年はですね、8試合で1勝5敗、41.0 イニングで防御率 4.39、奪三振率 4.83、与四球率 3.45 と、まあ、去年はなかなかね、結果っていうのが残せず、まあ、特に球速っていうのがね、ガクンって落ちてしまったっていうこともありまして、奪三振率が振るわなかったんですよね。で、今シーズンもね、ここまで1軍で出番はありません。
ません。2軍では10試合で1勝2敗、45.2 イニングで防御率 2.36、奪三振率 5.91、与式率 3.35 と、2軍ではね、まずまずの成績を残しておりますが、まあやはり、先ほども言った通りね、広島の先発陣、非常に優秀でございますから、なかなかこう上で投げる機会もない。そうなるとね、やはりこう実績のある程度ある若い先発候補っていうところもございますんで、仮にトレードね、するとなれば、バリューっていうのも高くなってくる選手かなというふうに思います。まあそこまでね、スタッツは今シーズンも2軍では良くないんですが、まあまあでも数字上はしっかりと抑えておりますし、こういう選手が欲しいっていう球団はあるんじゃないかなというふうに思います。まあ当然ね、将来に期待して辛抱強く使っていくっていうところもあるんですが、思い切ってね、トレード仕掛けてみると、結構いい選手が取れる可能性はね、ある選手かなという気はいたしますが。はい。では続いて見ていきましょう。はい、続いて3人目は高橋光也選手、プロ8年目、出身地は埼玉、1998年、9月27日まで25歳、182センチ、95キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ち、2016年ドラフト2位指名、上位指名の選手、今季の年俸は800万円、平均球速が約142キロほど、球種がスライダー、カットカーブ、チェンジアップ、フォークなどを投げます。高橋選手は高卒1年目から2軍で好成績を記録すると、2年目に早くも開幕ローテ入りをつかみ、防御率9点台ながら6試合に登板。しかし翌年の2月にトミージョン手術を受けると、シーズン全休となり、翌年の9月に2軍戦で復帰、2021年には1軍で復帰登板を果たし、最終的に15試合に先発し5勝を記録。しかし2022年は1軍で登板がなく、昨年は2軍でも状態が上がらず2年連続登板なしに。そして今シーズンもここまで2軍での調整がついているということになっております。はい。3人目は高橋光也選手、通算で見ていくと、昨年まで21試合で6勝7敗、 94.1 イニングで防御率 6.20、 奪三振率 6.77、 防御率が 6.20 と、まあ、そこまでめちゃくちゃ実績があるわけではない選手、まあ、早くから期待はされていたんですが、こうトミージョンとかもあってね、投げれない期間が多かったと。まあそれでもね、21年に復帰登板を果たしてそこそこは投げておりましたが、ただね、去年一昨年と1軍登板はなしに。そして今シーズンですね、ここまで2軍では13登板で0勝1敗、 12.2 イニングで防御率が 6.39。 まあ今シーズンはリリーフっていうところではありますが、なかなかね、結果は残しておりません。まあただね、球速っていうところが戻ってきておりまして、奪三振率は 9.24 と、しっかりと三振は取れるようになってきております。まあ元々ね、ポテンシャルは高かった選手でございますし、まあ今ね、ちょっと結果は出ておりませんが、能力は高く、若いね、左ピッチャーというところもありますんで、もしかしたらね、球団によっては需要もある選手じゃないかなというところでございますし、まあこういうタイプの選手がね、移籍して化ける可能性もあるんじゃないかなというふうに思います。コトミージョンから復帰して数年経ちますし、まあちょっと広島で厳しいなっていうところであれば、可能性はね、あるんじゃないかなというふうに感じます。はい。では続いて見ていきましょう。続いて4人目は大森選手、プロ6年目、出身地は大阪、1996年8月31日まで27歳、180センチ80キロ、ポジションは外野で右投げ左打ち、2018年育成ドラフト1位指名、今季の年俸が1500万円、育成で入団し1年目から2軍で多く負傷すると、その年のオフに支配下に昇格、2年目は2軍で打率3割近くの数字を残そう、7月に1軍初昇格を果たし、73試合2勝で打率2割5分9厘と好成績をマーク。しかし3年目は新型コロナ陽性や右手有効骨骨折で主要試合は前年を下回ると、4年目5年目も守備走塁要員としての起用がついておりました。そして6年目の今シーズンも今現在1軍に帯同しておりますが、なかなか主要権に恵まれないでいるということになっております。はい。ここからはね、外野手見ていきますが、まあ、まずは大森選手、昨年まで240試合で2割2分5厘、307打数の69安打4ホーマー、14盗塁、 OPS 0.618 と、まあ、そこそこね、1軍経験のある選手。まあ、ただ去年はですね、59試合で1割5分2厘、66打数の10安打、1ホーマー、 OPS 0.427、 ちょっとね、打撃が不振というところもありまして、どちらかというとね、近年は守備走塁要員として1軍に帯同で、今シーズンもですね、ここまで1軍で14試合、打率が2割5分、4打数の1安打、 OPS が 0.750 と、まあ今現在ね、結構1軍に帯同はしておりますが、わずか4打席のみ、まあ、ヒットはね、1本打っておりますが、まあやっぱ今シーズンも基本的には守備や走塁から試合に入ることがほとんど、なかなかね、こう打席に立っていないということになっております。で、2軍では27試合で2割4分2厘、66打数の16安打、 OPS 0.641 と、まあ打点の今シーズンで言うとそれなりにということになっております。で、彼に関してはですね、やはりこう役割が被る選手も割とね、多いっていう現状がありますし、まあ、今シーズン結構広島ね、外野手っていうところを活躍してくれております。まあ、打つ方で言うとね、末兼選手もいますし、で、ウクサ選手もね、パンチ力をアピールしていたっていうところもありますから、こうちょっと外野手の中ではね、アピールできていない状況が続いているのかなというふうに思います。まあ、当然ね、守備走塁要員として重要な役割はあるんですが、まあでもね、他の選手でも担える可能性もありますし、もし他球団から需要があれば候補に入ってくる選手なのかなというふうに思います。はい。では続いて見ていきましょう。
はい、続いて5人目は中村健人選手、プロ3年目、出身地は愛知、1997年、5月21日まで27歳、183センチ、97キロ、ポジション外野、右投げ右打ち、2021年ドラフト3位指名、今季の年俸は1300万円、大卒社会人の即戦力として入団した1年目は63試合に使用し、打率2割4分と、まずまずの成績を残し、活躍を見せておりました。しかし2年目の昨年は打撃不振に陥り、2軍でも打率2割5厘と苦しんだこともあって、一度も1軍に昇格することはなくシーズン終了。そして3年目となる今シーズンは開幕2軍でありましたが、好成績を残して5月に1軍昇格となると、ホームランを放つなど活躍もありましたが、その後は結果を残せず、6月9日に抹消され、2軍落ちとなっております。はい、続いてはこの中村健人選手。通算で見ていきますと、昨年まで63試合2割4分、121打数の29安打3ホーマー、OPS 0.623 と、1年目にしっかりとね、60試合以上に出ておりまして、高速戦力のね、野手としては、期待できる数字。まあただですね、昨年は2軍でも結果を残せず、でそして今シーズンはね、ここまで1軍で10試合、0割9分5厘、21打数の2安打、1ホーマー、OPS 0.333 と、5ホームランこそね、1本出ておりましたが、その後はね、なかなか打つ方で苦しんでおりまして、登録抹消。で、2軍ではね、20試合で2割9分3厘、17安打、1ホーマー、OPS 0.767 と、2軍ではしっかりと打っております。で、身体能力のね、高い選手でございますし、守備も上手いっていうところはあります。2軍で結果出しているっていうところであれば、まあ、欲しい球団は結構あるんじゃないかなというところはありますし、で、まだね、3年目っていうところでありますが、代打から入ってきているっていうところもありますんで、まあ、年齢的にはね、もう27歳、割と中堅ということになっておりますんで、まあ、フォースラインにはね、ギリギリなってくるかなというところもあります。まあ、右バッターがね、少ないっていう事情もありますが、まあ、ただね、同時期に入ってきた末金選手が今、1軍で非常に頑張っているっていうところもありますんで、まあ、やはりちょっとね、差が出てきたなというところもありますんで、彼もね、候補には入ってくるんではないでしょうか。はい。で、次が最後ですね、見ていきましょう。はい。続いて6人目は中村翔成、プロ7年目。出身地は広島、1999年、6月6日まで25歳、181センチ、81キロ。ポジションは今シーズンは外野、ファーストを守っている右投げ右打ち。2017年ドラフト1位指名。今季の年俸は750万円。3年夏の甲子園で大会された本塁打記録の6ホーマーを放ち、鳴り物入りで広島に入団。3年目に1軍初出場を果たすと、翌年の21年には打力を生かすため、3塁や外野でもプレーし、少ない打席数ながら打率2割8分3厘、OPS 0.830 をマーク。その翌年はさらなる飛躍を期待されておりましたが、大躍進で1軍での使用は減少、さらに昨年もわずか18試合の使用にとどまると、今季は開幕直後1軍昇格するも結果を残せず、現在は2軍で調整中になっております。はい、最後はね、中村翔成選手。まあやっぱ彼の名前がね、上がってくるのかなというふうに思います。通算で見ていくと、昨年までは88試合で2割1分6厘、134打数の29安打2ホーマー、 OPS 0.564 と、こう甲子園でね、大活躍、こう記録もね作って、ドラフト1位まで評価は急上昇、期待されて入ってきた彼でございますが、まあ、ここまでね、1軍ではなかなか活躍できず。で、去年も18試合で1割5分、20打数3安打、OPS 0.300 と、なかなかね、苦しんでいたということになっております。で、今シーズンはですね、ここまで1軍で3試合、0割0分0厘、4打数ノーヒット、OPS 0.000 と、まあ、今季はキャッチャー登録から外野手登録にも変わっておりまして、まあ、本格的にね、打つ方で結果を求められるシーズンとなっておりましたが、まあ、なかなか結果を残せず、まあ、チャンスもね、そこまで与えられていなかったと。で、2軍ではここまで42試合で2割7分8厘、126打数の35安打3ホーマー、OPS 0.735 と、こう2軍ではね、しっかりと成績は残しておりまして、やはりこう1軍の壁にぶつかっている状態でございます。で、彼の場合はですね、こういろいろと話題になる選手ではありますし、こうスキャンダル等がね、多いっていうところもございますが、まあただやっぱ能力的には需要のある選手かなというふうに思います。年齢もまだまだ若いですし、まあドラフト1位っていうところもあるんで、こう結構言われている通り、トレードをね、たまになる可能性はあるんじゃないかなというふうに思います。まあね、こうスキャンダル等がどういうふうに影響してくるのかわかんないんですが、まあ立場的にはやっぱね、そろそろ出されてもおかしくない選手なのかなというふうに思いますし、まあそうなってもね、仕方ないかなというところはありますが、まあどうなってくるか。はい。というわけで、以上ですね、6選手見ていきました。最後さっとまとめて終わりましょう。はい。ではまとめていきましょう。今日見ていったのは、野村選手、遠藤選手、高橋光也選手、大森選手、中村健人選手、中村翔成選手の6選手見ていきました。まあ、ピッチャー3人、外野3人というところでございます。まあ、やっぱね、広島で言うと、ほんとこう優勝が狙える位置に、今シーズンはつけておりますし、こう投打ともにね、噛み合ってる印象を受けます。まあ、ただ去年はね、途中で、リリーバーが失速してしまったっていうところもありましたし、まあ、その辺を考えると、やはりね、多少動きたいところでもありますし、枠が埋まっている関係で、途中補強っていうのもね、限られてくるとは思いますんで、まあ、こういったところで、リリーバーの確保、あとはね、ファーストっていうところ、この辺でいい選手が取れれば、ぐっとね、優勝の可能性も上がってくるんじゃないかな、というふうには思いますんで、まあ、今後交流戦後どういう動きがあるのかというところ目が離せないところでございますが、はい、では今日は以上です。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。
ありがとうございました。